皆さんこんにちは。本日の動画はタイガくんの新しいデンタルガム、歯磨きガムのご紹介です。タイガくん、おお、もう気づいてます。今回ご紹介するのはじゃーん、こちらです。お、大興奮大興奮。ハーツ超小型犬、小型犬用 10kg 未満の愛犬向けおやつ、チューデント国産、美味しい歯磨きガム。切れ込みを噛んで歯間の汚れまで落とす。切れ込み入ってるね。保存料、着色料、香料無添加。可愛いダックスちゃんが噛んでます。15本入り。噛むたび溢れ出すチキン味。へー、獣医師と開発。おお、いっぱい入ってるでしょ。ジッパー付きで、こちらもコストコのペットフード第3弾です。裏はどんな感じかな。つけちゃうね。ここからお切りください。開封後はチャックを閉じて保存してください。ハーツ中電と保存料、着色料、香料無香料。チューデントは牛皮にチキンエキスがたっぷり染み込んだ歯磨きガム。噛むたび美味しさが溢れ出すから夢中で噛める。両端の切れ込みが歯と歯の間まで入り込み、歯磨き効果も抜群。切れ込みが歯と歯の間まで入り込み、しっかり歯磨き、チキンエキスがたっぷり染み込んで飛びつく美味しさ。牛皮をロール状に巻いてガムだからとことん長持ち。長持ちするのは大事ですね。給与方法、小型犬まで体重 10kg 未満を対象に1日1本を目安としてお与えください。ご注意、主食の補助食もしくはおやつとしてお与えください。新鮮な水をいつでも飲めるように用意しておいてください。給与中は愛犬から目を離さないようにしてください。歯や歯茎の弱い犬には与えないでください。最初は手に持って様子を見ながら与えてください。愛犬が興奮した状態で与えないでください、だそうです。こちらじゃん、チューデント。コストコでね、購入したんですけど、第3弾と申し上げましたが、実はね、初めてコストコで買ったペットフードです。なんで買ったんだかな。ちょっと割引になってたとかで買っといたのかな。他のガムがあったので、開封ご紹介遅くなりました。もう実は半年ぐらい前に買ってあったのかな。でもね、賞味期限が長いの。今の時点で2023年06月だから1年弱持ちますね。食べきれなかったらまたお友達に配ってもいいかなと思って、こちら買っておいたものです。タイガくん、長らくお待たせいたしました。ようやく開封してみようかね。あんまり興奮してないね。やっぱり普通のおやつほどは匂わないかな。それともいい子になったのかな。ちゃんと待ってればもらえるっていうことで、ママの子のビデオ回して動画撮る、これ長ったらしいおしゃべり終わったらちゃんともらえるって分かったのかな。大学館ワンワンも言わなくなったね。いい子、今あげるね。開封したら、開封したら大興奮。わかったわかったわかった、ちょっと待ってね、紹介してからね。こんな感じ。なんかね、はいはいはい、アイスの棒束ねてるみたい。わかったわかった、じゃあはい、あげよう。はい、どうぞ。最初は手で持ってだって、うん、やっぱり開封したらすごい食いつきですね。うん、あ、ガリガリいってるな。へえ、匂いはね、なんだか人間のスナックのお菓子みたいな匂いしたよ。スナック菓子、おつまみみたいなガムなんだこれ。バリ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 いってるけどこの断面図がね、縦から見たこの断面図がアイスの棒束ねたみたいだけど、色的にもすごい。 あ、音も楽しいね。うん、音も楽しそう。
これは長持ちするんじゃないの？ 10kg 未満の子、まあ、10キロの子も1日1本しか食べちゃいけないっていうぐらいだから、大河くん3キロ、大河くんにとってはかなり大きい方なんじゃないかな。これね、買った時はこのサイズ商品一つしかなかったんだけど、その後でね、これよりもさらに小さいもの売り始めてますね。もともとメーカーとしてはあったのかもしれないけど、コストコでの、私が行ってる店舗での取り扱いが、これ私が買った時、当時はこれしかなかったんですけど、これよりもさらに小っちゃい超小型犬用っていうね、半分ぐらいの大きさなのかな、どうなんだろう、中身ちょっとよく見えなかったですけど、これよりもさらに小さいものが販売されてましたね。なのでこれ気に入ってね、まあ15本食べ終わる頃にはさすがに飽きてるかな、どうかな、わかんないけど、もし気に入ったらまたね、これのさらに小さいもの購入してもいいかもしれないですね。それではまた長くなりそうなので、さ、食べ終わる頃、もしくは食べ終わらなくても30分ぐらいしたら取り上げようと思います。その時にね、またレポートしようと思います。それじゃあ大河くん、土佐の民話収録しようかね。はい、どうぞ。いい音してるな。大河くん、どうですか？おお、結構食べたね。今、土佐の民話の朗読5本収録しました。1本だいたい6分ぐらいゆっくりゆっくりお話しして、で途中ね、休憩位置変えたりとか、スマホ冷やしたりとかしながら、休憩も挟みながら撮ったので、だいたいね、もう1時間弱 40〜50分経ってますね。すごいね、持つね、大河くん。やっぱりね、後ろ向いちゃうので、こうやって前を向けて、うん、民話と民話の間ね、一本と一本の間、こうやって前を向けるんだけど、やっぱりね、取られちゃうのが嫌なのか、逃げ出したりとか、やっぱり後ろ向いちゃったりとかね、するんだよね。お、ほどけてきたね。あ、そうなってるんだ。すごいすごい。あの、前回、大学にあげていた、リンゴ。あれもね、ささみペーストが中に練り込まれてて、すごく気に入ってたんですが、やっぱり先にささみペーストの部分を食べちゃって、セパレート、分かれているものなので、先にね、ささみペースト食べ終わっちゃった後は、その後は、もう食べなかったりしてたんだよね。放置で。これは、生地に練り込まれているものなので、本当あのパッケージに書いてあった通り、もしかしたら、最後まで楽しめるのかな？ねえ、大河くん。うん、あーって言ったね、今ね。あーって。会話してるみたいだった。お、すごいすごい。巻かれてるんだ、ロール状に。あー、なるほどね。そういう仕組みですか。よくわかりました。今ね、あの、最初、シャッターを開けて、自然光、太陽の光を取り入れて撮影してたんですけど、やっぱり逆光になっちゃってね、大河くんの顔、体が真っ暗になっちゃうので、シャッター閉めて今電気の明かりで撮影してます。やっぱこっちの方が綺麗に見えるんだね。自然光の方が優しい光でいいのかなと思って、今まで紹介動画の時撮影してたけど、こっちの方が動画としては綺麗に映るね。大河くん、もう1時間経つからちょっと食べ過ぎだ。だいたいいつも30分ぐらいで取り上げてるもん。それまたちょっとお休みしてさ、食べてる量は少ないと思うんですよ。ずっと噛んでるだけで、まだ大きい部分はね、このバリって食いちぎってごっくんって伸び込んでる様子は今観察している限りないので、噛んでるだけなので、まあまあ体、この太っちゃうとかね、そういう心配は今のところ大丈夫だと思うんですけど、またでもそれでもちょっと長すぎるから、また何かの時に取っとこ、噛
乾かしとけばまたそれ多分硬くなるからね、大学。ああ、やっぱ送る。あ、怖い怖い怖い、大学くん怖いよ。うん、あ、怖い怖い、ママのこの傷、これ大学くんにね噛まれました。なんで噛まれたのかはセミの取り合いです。落ちてるセミの取り合いで噛まれたの。服の上からだったからね、こんなもんですんだけど、素手だったらあれ大変だったよね、きっとね。やめてね。それじゃ何かで釣って取り上げたいと思います。今回の動画はタイガくんの新しい歯磨きガムのご紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。